今日は数学とは何かについて皆さんと考えたいと思います。小学校、中学、高校では全ての生徒が数学を学びますし、もちろん皆さんも数学を学ばれたと思いますが、数学とは何かについて考えられたことはあるでしょうか。数学は苦手と言われる方が多い一方、公式をたくさん覚えて計算するのが数学といった印象をお持ちの方も少なくありません。皆さんはどうでしょうか。数学とは何かという問いに対して全ての数学者が一様に答えるわけではありません。しかし公式をたくさん覚えて計算するのが数学だと考える数学者はまずいません。このように考える人にとって数学をすることはかなり苦痛なのではないかと思います。やはり数学の本質とかけ離れたものを数学だと思い込むのは数学を学ぶ上で大きな弊害となります。そういった意味でも数学の本質について考え理解することには意義があると思います。今日は数学に関するアインシュタインとハーディの言葉、また私たちは数学において何を探求するのかについて吟味し、数学とは何かを考えたいと思います。アインシュタインは数学は論理的概念の師であると言いました。私はこの表現が好きで、皆さんにもこの意味を考えていただきたいと思います。まず論理的概念という言葉が示すように、数学は論理的に厳密なものです。一方、数学のもう一つの重要な要素が数学は師であるという表現に示されています。これは数学が創造性にあふれるものであり、芸術的でもあることを意味しています。皆さんには論理的に厳密であるということと創造性にあふれるものであるということは相反するものに移るかもしれません。しかし数学においてはこの2つの要素が高度に互いに補い合い高め合います。残りの時間、皆さんもこのアインシュタインの素晴らしい言葉を実感されるのではないかと思います。では私たちは数学において何を探求するのかについて考えます。数学は数字を探求するものと思われるかもしれませんが、数学には数字を扱わない分野もあります。もう少し普遍的なものを考えることが数学の本質を理解する上で重要です。数学者ハーディは、数学者とは画家や詩人のように構造を作り出すものであると述べ、数学は構造を探求するものであると言いました。この言葉を示すように、さまざまな構造を作ったり見出したり使ったりするのは数学の根幹となります。皆さんにとって数学でどのような構造を探求するのかよくわからないところもあるかと思います。ここに示されているパスカルの三角形を使って数学で扱う構造について考え、その過程で数学の重要な特徴を見出したいと思います。この三角形はさまざまなところに現れます。例えば皆さん学校で x たす y の2乗は x 2乗たす 2xy たす y 2乗と学ばれたと思いますが、その係数もこの三角形の3行目に現れます。まあ今日はこういうことを話すのはやめましょう。驚くほど多くの構造がこの三角形には含まれており、多くの重要な数学の概念を学ぶことができます。一つかなり分かりやすい構造があるのですが、皆さん見つけられますか。おそらく最も分かりやすいのは左右対称であるということでしょう。左半分に現れる数字が右半分に同じように現れます。後でもまた触れますが、対称性は重要な構造です。各位置で数字がどのように決定されているか分かりますか。まず左辺と右辺上の数字は全て1です。その他の数字はその上の2つの数字の和になっています。
例えば2は 1+1、 3は 1+2、 6は 3+3 です。この三角形は限りなく続くものですが、このように構造を理解すると数字を覚える必要がなく、頭の中でごく簡単な計算をしながらこの三角形を作ることができます。構造を理解し使うことの重要性がわかる簡単な例です。ではこの三角形に現れる奇数が作る構造について考えます。最初の9行に現れる奇数1357ですね、の1がここに白で示されています。このように奇数が現れる1に着目すると面白い構造を見つけることができます。皆さん想像力を働かせて128行からなる巨大なパスカルの三角形を頭に描いてみてください。これが9行ですから128行もあるとかなり大きなものになるはずです。その128行に現れる奇数の1がここに白で示されています。この図には明らかに構造がありますが、皆さんはその構造を言い表すことができますか？まず大きな三角形がありますが、よく見るとその三角形が3つの少し小さな三角形から成り立っており、さらによく見るとその小さな三角形の一つ一つ、例えばこの三角形が3つのより小さな三角形から成り立っています。でこれが続いていきますね。専門的にはこの構造はフラクタルの一種で、全体の構造がその構成部分の構造と同じになっており、これを自己相似と言います。フラクタル構造は海岸線、植物、結晶、内臓の内壁など自然のあらゆるところで観察できます。このフラクタル構造を覚えておいてください。終わり近くに意外なところで出てきます。キリがないのですが、数学者としては皆さんにお見せしないとバチが当たるような構造がここにありますので紹介します。このように三角形に斜線を引き、それぞれの斜線上にある数字の和を求めます。最初の斜線の和は1、その次の斜線の和も1、その次の斜線の和は2ですね。これを続けていくとここに示されている数列が現れます。これはフィボナッチ数列と呼ばれ、多くの数学的分析に現れる重要な数列です。先ほどのフラクタルと同様、この数列も自然に存在する構造を記述するのにとても有効です。例えばこのフィボナッチ数を一辺の長さに持つ正方形をこのように並べます。とてもきれいに並びますね。なぜこのようにきれいに正方形を並べることができるのか、家に帰ってぜひ考えてみてください。これを使ってできる螺旋は自然に存在するさまざまな構造、例えば貝殻、銀河、台風などを効果的に表すことができます。このようにパスカルの三角形を少し数学的に考察するだけでも多くの構造を見つけることができます。もちろん数学には多種多様な研究対象がありますが、どの数学の分野においても何らかの形で構造を作る、見出す、あるいは使うことによって物事を理解し数学的真理を確立していきます。このことを理解することは数学の本質を理解する上で重要です。またここで数学の重要な特徴のいくつかを見出すことができます。私たちはパスカルの三角形を考察していて、フラクタル、フィボナッチ数列、螺旋を見つけました。他にも多くの構造を見つけることができます。このように一見何の関わりもないようなさまざまな概念、構造が深いところで結びついていることが数学においてはよくあります。そしてこれらの多種多様な概念、構造とその関連性を真に理解するためには、厳密な論理的思考と豊かな想像力の両方が必要です。
いくら想像力が豊かな人でも単に想像することによってこれらの概念が結びついていることを認識するのは不可能でしょう。また論理的思考だけではこれらの概念を発想することはできません。アインシュタインが言う数学は論理的概念の師であるということを実感できるのではないでしょうか。またここで数学の不思議な特徴を見出すことができます。それは数学が自然に存在する構造を記述するのに驚くほど有効であるということです。ガリレオは自然という書物は数学で書かれていると述べ、ファインマンは数学を理解しないと最も深遠な宇宙の美しさを理解することは難しいと述べ、またウィグナーは自然科学において数学は理不尽なまでに有効であると述べました。自然科学工学において数学が不可欠であるゆえんです。では最後に数学と美について考えます。先ほど紹介した数学者ハーディは数学の概念を評価する際に最初に吟味するべき点はその概念が美しいかどうかであるとも述べ、醜い数学が存在する余地はないとも述べました。ここに数学の本質において不可欠な要素である美の探求が言い表されています。このことについて考えます。まず美自体について考えることが必要です。皆さんはどういったものを美しいと思われますか。美しいと思うものを想像してみてください。富士山は日本人にとって特別な存在だと思いますが、あの山を見てなぜ私たちは美しいと思うのでしょうか。美しいですよね。明らかな特徴としてこの山はどの角度から見てもほぼ左右対称です。数学的にはこれは中心軸に関する回転対称性として表すことができます。また山の輪郭がとても滑らかですが、これは数学的には曲線を表す関数とその微分可能性によって表すことができます。少し難しい専門用語が並びましたが、これらは先ほど考察した数学において探求する構造です。これらの特徴概念は美と結びついているのでしょうか。近年我々の審美眼に関するさまざまな科学的研究が行われており、数学と美の関わりも解明されつつあります。ある研究では同程度のデータ量を持つ画像の中で美しいと認識された画像のデータ圧縮性が高いことが示されました。このことについて考えます。まずデータが圧縮できるということはデータを小さくできるということです。先ほど考察したパスカルの三角形は左右対称で、左半分に現れる数字が右半分に同じように現れます。したがってこの三角形を作るのに全ての数字データが必要ではなく、左半分にあるものだけで十分です。左半分を写してそれを反転させて右に写せば作れるからです。この場合元のデータが約半分に圧縮できることになり、パスカルの三角形は高いデータ圧縮性を持つことになります。これは富士山の画像にも当てはまることです。富士山の左半分を写してそれを反転させて右に写せば、本物とほぼ変わらない富士山の写真を作ることができます。よって富士山の画像のデータ圧縮性も高いといえ、このような画像が美しいと認識されることが研究で示されました。この写真の面白いのは富士山が湖に写っていて上下対称にもなっていますね。美しさが増していると思いませんか。では美しいと認識される画像のデータ圧縮性が高いことが示されたのですが、一般にどのような画像が高いデータ圧縮性を持つのでしょうか。
先ほどの簡単な例からも分かるように、画像に数学的構造がある場合、そのデータ粛清は高くなります。これは先ほど述べた研究において美しいと認識された画像の例です。この顔はある数学的構造を用いて非常に効率よく描かれており、データ粛清がとても高いのですが、どのような数学的構造が使われていると思いますか？どうでしょう？実は先ほどこの構造を見ていたんですけどね、ここではフラクタルが使われています。このことを考えると、私たちが数学において探求するもの、構造は、私たちが美しいと思うもの、またはそれに貢献するものであるということもできます。近年行われた脳研究もこのことを示唆します。この図に緑で示されている脳の部位、内側眼窩前頭皮質は、美しいと認識される風景、絵画、音楽などに反応することで知られていたのですが、数学的概念、構造に対しても同様に活性化することが分かりました。我々の脳にとって数学で探求する美は、自然や芸術における美と共通するところがあります。時間となりましたが、数学は論理的概念の師である。数学者は構造を探求、構造を作り出すものである。私たちは数学において美しいものを探求するといった数学の本質的な特徴は、おそらく皆さんにとって意外だったのではないでしょうか。また、私たちが何を美しいと思うのかについて、新たな側面を見出していただけたのではないでしょうか。これから何か美しいものを見たとき、皆さんは数学のことを考えられるかもしれません。もしかしたら。それは大きな変化ではないでしょうか。ご清聴ありがとうございました。